7月から9月までの3か月間全国で8万7000回と予想していまして愛知県が1470回岐阜県3010回そして三重県が2310回となっています過去5年間の平均と比較しても愛知県1.1倍岐阜県1.2倍そして三重県1.6倍と東海3県いずれも増える予想なんですよね。 ごごご誤差とかいうようなことじゃなくてですね、ええ、もう今おっしゃった通り明らかなもう増加傾向ですね。そうですよね。ええ、これいつ頃っていうのは。 はい、ゲリラ雷雨が多くなるのは8月の中旬という予想がありますえ、うん、今年は強い高気圧に覆われますので梅雨明け後は雨雲の発達が抑制されるんですが8月の中旬は一時的に高気圧が弱まってゲリラ雷雨の発生が多くなるという予想が出ていますなるほどでは今後の東海地方の雨はどうなるのか福島気象予報士に聞きました。うん 明後日以降、前線が徐々に下がって、梅雨末期の気圧配置になります。広い範囲で長く続く、梅雨末期の大雨への警戒が必要ということでした。うん、なるほど。まあ、いずれにせよ、ゲリラ雷雨、大雨に警戒しなければいけないということですが、一昨日のまあ、関東都内のゲリラ雷雨。はい。はいはい 遭遇されてひどい目にったと夕方の5時前後でしたかね雨も強烈でしたけれども雷が連打のようにですねドーンという音で私、ちょっと車運転していたんですけど車が揺れるようなドーんなにですかこういう状態でしたね、ちょっとあまり最近経験がないようなかなり近いところでどかどかという恐怖心感じるようなそんなような。 気象条件でした。ワンちゃんもかなり怯えていたという。もう犬が怖くて動けなくなっちゃってですね。それをちょっと迎えに行ったんですけど。まあ昨今こういったあの気象に関する精度というのは高まってますし、あのアプリとかでね、そうですね。の予想というかキャッチできるようになりましたので、こういった最新の気象情報予測しながらキャッチしながら安全に過ごしていきたい。昔でしたらね、見えたんでしょうけど、今ビルのね、あまりね我々いますからね突然来るというはい、気をつけたいですね。